ちょっと宮崎在住で、まあ、3年ぐらい前ですかね、宮崎で、出てきて頑張ってるピアニストがおられて、この映画を宮崎で見たいと言ってくださっているという話を聞いてまして、まあ、その話が、まあ、いろんなところから伝わって、例えば男の映画なんですけども、まあ、監督は女性監督で、神戸で在住です。平日は研究技術員ということで、各位の地で、ゲージなんですけど、中学高校時代ぐらいにフランス映画にはまり込んで、向こうのその美しい映像とか、もやもやとして、あの後どうなるのかなというようなまあ、そういうのが快感になってきてですね、そういうような作風ですね。日本でこういう映画というのはなかなか最近なくて、まあ、来た人が一回見ればすぐ分かるということなんですけど、監督は、まあ、4回くらい行ってもらうと、やっとこの映画が分かるかなっていうふうに作ったと言ってましたので、あと3回行ってくれたら、この映画の魅力がだんだん見えてくるかなということで、関西人なので、なかなか出し惜しみっていうのがあるので、まず、あ、徳川さんとちょっとお話をしていこうと思います。徳川さん、どうぞ。ありがとうございます。パンフレットにも推薦文を書いていただいて、この映画もどうなるか分からない、映画が企画が分からない、まあ、でも何とか多くの人に伝えたいなと思っていて、まあ、それでそのゼミのピアノ指導者協会さんとか、まあ、いろんなところに推薦がをいただくことができましたけども、個人的に徳永さんの推薦文もしもらえたらめちゃくちゃ幸せやなと、まあ、こういう方がもし見て応援してくださったらいいなと思って、まあ、有料を期してこの映画が欲しいなと思ったら、今回は突然連絡いただいて、雪に行く場合本当にいいんですかまあそういうことで感想とか、いらないの思いとか、はいはい、まあ、この映画、今日で2回目なんですけれども、なんか切なくて、そして最後のラストシーンでもう少し欲しかったとですよねどうなったか、あの後どうなったか、それがやっぱり4回見たら分かるんですよ、ね、あと2回です、あと2回ですね、まだ2回目はちょっとまだ分からないけど、それがあと2回楽しみになってきましたし、徳永さんはあの後どうなったんですか、多分分かれるんじゃないですか、分かるそうです、くっつくんじゃないかと思ってるんですけど、くっついてほしいですよね、そうはなかなかうまくいかないというと、まあ、半分半分です。ちゃんとどうなのかというか、そんなことならない人生なんで、それが映画で、まあ、その中の時間を取っているので、その後どうするかっていうのは、まあ、別に監督が提示する、絶対にこれ提示しないといけないとか、生きるなんて言ってましたけど、まあ、本当はどう、本人はうまくいってほしいと思ってるんですけど。伏線は、インコがやり手だけで行こうって決意をして、ピアノを2人で練習した教会にピアノを聴くということ自身が、まあ、次の希望なのかなというふうに思いますし、その時に彼女に与えられたのは、左手だけで弾ける曲が、健太郎がエチュードとして書いた左手の曲、まあ、あれは音楽家同士のラブレターになりますよね、彼女のために左手の。徳永さん自身はピアノを弾いた時の衝撃とか、なんかスタートの時ってどんな感じだったんですか。確かに藤子ヘミングさんの演奏をテレビで聴いて、そして感動した、そして自分も弾きたいとは思った、それはもう間違いないんですけれども、前にも聞いたことがあったですよね、藤子さん何回も聞いたことがあったんだ、やっぱり自分の気持ちがそのすみません、パチンコで負けて真っ白になっていた何も空っぽになっていた、そこでやっぱりスッと入ってくるというか、やっぱり自分にやりたいことがいっぱいあったらスッと入ってこんとですよね、通報店がそのパチンコでお負けして昇進しているこの心に藤子さんのカンパネラが入ってきたのですよね、うん、それともう一つ、そのなんかがこれコンサートでよく言うんですけれども、
一生懸命、一生懸命というか1年間に8時間から10時間毎日練習しようと思うんですよ。それが普通漁師って言ったら椅子に座って練習するという習慣がなかったですよね。ただその椅子に8時間から10時間座って練習できた、それはその前に2、30年間パチンコをしていたパチンコで座ってやるじゃないですか、8時間それで培った人生っていうと無駄がないなと思ったんです。なんかいろいろテレビとか YouTube とかありますけど、感じたのは加藤さんです。まあそうですよね、はい、はい、もう完璧なやつばっかりあるんですよね。そして面白い話もっといっぱいあるんですけれども、他にもあります、他にもありますいっぱいあるんですけど、そば話したら2時間ぐらいかかるあ、それから藤子さんでその感動してピアノを始めたんですけれども、先日残念なことに藤子さんがお亡くなりになって、そしてよく言われるのが悲しかったでしょって言ってから言われるとですよね、確かに俺悲しかった点がなんか最近その悲しさよりその嬉しさが出てきたとですよね。それがなぜかって言ったら、今まで藤子さんが生きておられた時には全然離れた場所にいらっしゃって、その点が藤子さん自身もっとピアノを弾きたい、もっとカンパネラを弾きたいと思われていると思うんですよね。残念があって亡くなられたんじゃないかと思っています。そこでなんとなくですよ、これ個人的なことで間違いかもわからないんですけれども、その藤子さんがもっと弾きたいという気持ちが俺の指に宿ったんじゃないか。それでそれがなぜかって言ったら、その俺藤子さんが亡くなる前には何箇所か間違えるところがあったとですよね。その間違えるところを間違うことになったとですよ、亡くなってから。それめちゃくちゃ欲しいかったし、それが藤子さんが一緒にカンパネラを弾かれてるんじゃないかっていうことをコンサートで時々言うんですよね。そしたら誰かがこの黒い映るじゃないですか、そこに藤子さんが映っとったっていう嬉しかばって少し怖くなったそんな感じ。話が面白い多分今日は一緒に終わると思いますので、こんな贅沢世界的にピアニストがここに終わると思って